鹿児島フれあイスポーツランドは、鹿児島県鹿児島市中山町にあるスポーツ施設。本施設は2004年に開園したスポーツ施設である。県立体育館を元鹿児島県系跡土地に建設される予定であった。しかし、一部は現在空き地となっている土地を、鹿児島市から土地を買い取り、鹿児島県が2014年にサッカーラグビー場を完成させた。毎年2月には、 J リーグの清水エスパルスがここでキャンプを行っている。他、鹿児島ユナイテッド FC も2014年の JFL、主催試合のうちの4試合、2015年の JFL でも前期を中心に9試合が開催される。2015年度から JFA 全日本 U-12 サッカー選手権大会決勝大会が同地で開催されることが決まっている。詳しくは公式サイト施設案内を参照。 鹿児島県立サッカーラグビー場計画図案キャパシティ、ベンチ720人、芝2300人、計3320人、キャパシティ、ベンチ1400人、芝2240人、計3640人、鹿児島ユナイテッド、第2ステージホーム戦3試合の会場変更 JFL。ありがとうございます。